配信見えてますか？シッピンソファフィットネスゆりです。皆さん最近はいかがお過ごしでしょうか？私たちは自粛期間中ずっと家にこもってたんでね、もう体がかなりなまってきてます。皆さんはどうでしょうか？今日はね、みんなで体を動かしてストレスを発散していきましょうということで、今回シッピンソファフィットネスを生配信でお届けします。この前にですね、このフィットネスで使っている音楽、ソカが生まれた国、トリニダード・トバコについて簡単に紹介しますね。トリニダード・トバコは日本から飛行機で最短約24時間、中南米付近カリブ海の最南端にある島国です。世界三大カーニバルの一つが開催される地としてとても有名です。カーニバルでは大きなトラックから爆音で音楽を流し、踊り子たちは綺麗な衣装をまとって街を練り歩きます。またドラム缶から生まれた世界で一番新しいアコースティック楽器、スティールパンが発明された国でもあります。とても綺麗な音色です。陽気な国で生まれたカーニバルの音楽であるソカを使用したフィットネス、皆さん楽しんでくださいね。今日レクチャーでインストラクターしてくれるのはバービージャパン、アシスタントインストラクターでアキとユミ、 DJ はセレクターヘモン。 Hello everybody! What's up? 皆さんこんにちは、バービージャパンとユミとアキです。早速チッピンソカフィットネスを進めていきたいと思いますが、ところどころ激しい動きも出てくると思います。なのでご自身の体調をね、しっかり見ながら無理しないように行ってみてください。そして私たちチッピンソカフィットネスは、このチッピン、このチッピンという意味は歩くまたは更新するという意味があります。なので普段私たちは歩きながらフィットネスをしているんですが、本日は室内バージョンということで、皆さんはその場でステップを踏んだり、多少前に行ったり後ろに行ったりはしますが、近隣のご迷惑にならないよう、あと下の、ね、方の、ご迷惑にならないように、もし難しそうだったら小さく、はい、動いていただいても大丈夫なので、なるべく動きを止めないように行っていただくと代謝が高まると思います。そしてトリニダード・トバコの現地のフィットネスの映像があるので、ぜひそちらをご覧ください。今ご覧いただいているのはフェイン＆ライオンのハイブリッドフィットです。カーニバルの前になるとこのように皆さん体力を、ね、鍛えているそうです。とてもハードに見えますが、とても楽しそうです。ビッグアップフェイアライオン。さあ皆さんどうでしたか？トリニダード・トバコ現地ではとても楽しそうに、はい、フィットネスを行っていますね。それを今日は私たちはここ日本で行っていきたいと思います。さあ気になった方も多いと思いますが、ぜひバンダナかもしくはタオルなどをご用意ください。途中で振ってったり、これを使いながらいろいろなエクササイズを行っていきます。でまずはこのチッピンですね、なるべく体を緩めた状態でいきましょう。ずっと続いていくので、途中疲れちゃったら必ずこのチッピンに戻ってください。
はい、それでは早速準備運動から始めていきましょう。足を大きく開いていきます。はい、 OK です。ではまず深呼吸からいきましょう。じゃあまず息を吸って、吐いて、もう一度息を吸って吐いて、もう一度いきましょう。息を吸って吐いて、はい、 OK。 手を遠くに横に伸ばしていきます。脇腹をしっかりと伸ばしていきましょう。はい、体側を伸ばしてゆっくりと戻します。反対いきます。心地よくいきましょう。さあ、少し早めに次からいきますね。しっかりと呼吸を行いながら行っていきましょう。はい、 OK。 では深呼吸から、バンダナを持って息を吸って上に、アップ、吐きながら背中を丸めましょう。しっかりと呼吸を丸めて前にぐっと引っ張ります。息を吸って上に、あ、ではこのままゆっくりと回していきましょう。反対、1,2,3,4、音楽に乗りながら行きます。1,2,3,4、ラスト。はい、 OK。 じゃあ力を抜いていきましょう。右足を前に、左足を後ろに。はい、ではしっかりと両手を膝の上で、後ろの膝伸ばせる方しっかりと伸ばします。で、余裕があればバンダナの上に、少し下半身を伸ばしていきますね。つらかったら無理に行わなくて大丈夫です。はい、 OK。 反対いきましょう。痛い場合はお膝ついちゃっても大丈夫です。さあ、そのまま楽に呼吸を取って、1,2,3,4。 はい、 OK。 では足を大きく広げていきましょう。片腕です。余裕があれば膝をしっかりと開くように行っていきましょう。反対にチェンジ。動かしていきますね。肩を後ろに置き、回します。もう一度、後ろから前、もう一度、あと2回いきましょう。はい、では軽く足を広げて首回し。もう2回いきましょう。はい、 OK。 では徐々に、上げていきたいと思いますので、まずチッピンからいきましょう。で、うるさくなるようでしたら本当にこれくらい小さく、余裕のある方は大きくやっていただいても大丈夫です。さあ、じゃあこのチッピンでまず前に横、後ろに横、これだけいきましょう。1,2,3,4。基本的にはリズムに乗りながら、1回いきますね。 OK。 それではそのまま両手を肩の上に、軽く後ろに立って肩を回していきましょう。そう、痛かったら小さくて大丈夫です。後ろから前に、はい、手を伸ばします。少しバウンス。あまり手先がブランブランとならないように二の腕からいきましょう。はい、 OK。 そしたらですね、今からトリニダード・トバコの代表的なダンスをレクチャーしていきます。このダンスを使いながらエクササイズを行っていきますが、とても簡単な、ダンスエクササイズなので、ぜひ皆さんもやってみてください。ではまずバンダナまたはタオルを見ていきます。そのまま横に振っていきます。ウェーブ、これも代表的なダンスの一つです。
リズムに乗りながら。はい、でこの肘をね高く上げられる方は高く上げて、二の腕シェイプアップ。疲れちゃったら少し肘を下ろしていきましょう。そのままチッピン、OK、反対に持ち替えてみましょう。楽しくリズムに乗って前に歩いてみましょう。4歩、ワン、ツー、スリー、フォー、バック、ヨー、ツー、スリー、フォー。では今度両手でいきましょう。その場で疲れてきちゃったら少し肘をね緩めてくださいね。そのまま楽しく、 OK。 今度はプロペラ、このバンダナを回す動き、これも実はトリニダードトバコ発祥のダンスの一つです。じゃあしっかりと疲れてなかったら肘を上げて大きく行っていきましょう。反対、さあ頑張って、あともう一つとても簡単なんですが、ジャンプ。このジャンプ、これもトリニダードでとても重要なダンスの一つです。うるさくならないようにちょっとその場でね行きましょうね。はい、じゃあ少しずつ激しくなっていきます。足を横に広げていきましょう。じゃあ肩周りを楽にしていきますね。しっかり足を真ん中に戻して、余裕があったら顔もつけて瞳で正面、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、 OK、 シッピー。大肩の力を抜いて膝を前に引く、なるべく膝裏を伸ばして、さあ、キレス腱、ふくらはぎ伸ばします。タッチできる方は反対の手でタッチ、余裕があったらつま先の方でタッチ。さあ腹筋も使ってしっかり真ん中で、オッケー、ネクストチャンス。さあ下半身いきますよ。少し足を開いていきましょう。体重を下に落として、さあ重く下に下半身強化、体重移動、脇を締めて肘をなるべく上に上げていきましょう。さあその手を上にパンチ、下半身ぶら下げ、 OK、 重上げ、さあ余裕があったらバンダナを通してみます。1,2,3,4,5,頑張って、チッピン、ロロロ、チッピン。さあでは足を今度は外側に、ワン、ツー、スリー、フォー、もうちょっと、 OK、 ジャンプ、ピッパッソーカー。さあ皆さんも声出してピッパッソーカー、ビゴスプンジガーリン。さあ少し息が上がったと思うので、今度はじっくりとこのセクションをじっくりと下半身強化に入っていきます。足を引き開きましょう。腰を落とします。じゃあこのまんまダウン。さあこの時に前体重にならない垂直に、さあ呼吸を整えてキープしていきましょう。キープ。さあ頭の位置変えずバンダナを持っていきます。肩幅程度。さあバウンス、上半身ぶらさないようにキープします。 OK、 上に、はい、力を入れてゆきロール、はい、OK、 チッピン。さあ肩甲骨を動かしていきます。もう一度バンダナを使っていきましょう。手を上に、耳の後ろに少し持っていった
り戻したり、無理のない範囲でいきましょう。少し胸を張って、でも腰は反らないように気をつけていきましょう。ちょっと早めに1,2,3,4 Walk out。 さあもうちょっと頑張ります。 OK。 このバンダナを後ろに、後ろでも同じ方です。少し胸を張りながら後ろに引っ張って、少し胸を張ってチッピン、メッチン、リズムに乗って。 OK、 早く行きましょう。次からワン、ワン、ツー、ワン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 、楽しみながらリズムに乗っていきましょう。はい、ではそのまま振り返って引っ張ります。今度は反対、チェンジ。はい、じゃあ早めに行きましょう。体の歪みも整えていきますね。はい、オッケー。ウエストシェイプアップ、手を横に、お尻を横に、なるべく上半身動かさず、お尻だけ横に、横に、ウエストつけていきましょう。楽しみながら、1,2,3で止める、1,2,3、楽しみながらウエストをシェイプアップ。ウエストをしっかりと引き締める、はい、OK。 右足を前に、お尻を前に出す、戻す、前に出す、つま先でしっかりとグッと床をつり行っていきます。さあ、じゃあ肘とお尻をくっつけてみましょう。くっつけて戻す、ウエストをしっかり絞ります。余裕のある方は上からいきますね。さあ、これ早くいきます。結構効きますよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン。さあ、体絞っていきましょう。まだまだ、ワン。はい、オッケー。反対。さあ、この時疲れちゃった。さあ、大きく早くいきましょう。せーの、しっかりと絞って、頑張って。オッケー。正面に、正面の腹筋、息吐きながらしっかり膝と胸を近づけて、前に4歩、1,2,3、後ろ、もう1回、1,2,3,4、バック。 OK、 斜め、余裕があれば手を上から、息をしっかり吐いて、 OK。 伸ばしたところから、さあ、疲れちゃった、小さくいきましょう。早く、反対もいきましょう。さあ、早くいきますよ。ファースト、ワン、ツー、スリー、フォー。 OK、 頑張りました。ちょっとクールダウンし、さあ、クールダウンを兼ねて少し体を楽に使っていきますね。足を開きながら肩を楽に回して、肩を振っていきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。フラン、少し前に体重を1,2,3、バック、後ろの方で、前に、ワン、ツー、後ろ、はい、オッケー。足を後ろに引きます。両手は股関節かお膝の上。さあ、じゃあこれに肩甲骨も
をつけていきます。大きく開く、戻す。さあ早めに行きましょう。体をしっかり解放しながら行きます。さあ頑張って OK。 ではここで重要なダンス、トリニダード・トバゴで一番重要なダンスといえばワイニーダンス。ワイニーダンスとはワイングラスの中にワインが入って、それがくるくると回っているようにお尻が回るからワインと言われています。ではそのままですね、そのワインに行く前に少し整えていきましょう。では足を開いて、こちらを前に、今度横、後ろ、横、前。さあ今通ったところを気持ちよく回します。なるべくこの時は膝裏を伸ばしていきましょう。マシェル・ゴンターのバートワインの曲でお送りします。さあ反対もいきましょう。前、横、後ろ、もう一回回します。気持ちよく、はい、では反対に回します。2回ずつ、反対、もう一回反対、ファーストワイン、ラスト反対。さあワイン持っていきましょう。膝を軽く曲げます。さあ少し腰骨を上に持ち上げて、ウエストをグッと縮めていきます。頭の位置を変えずセクシーにいきましょう。さあこのまま低い姿勢のままいきますね。では脱ぎまして、ゆっくりと骨盤回します。では頭の後ろでもどこでも大丈夫です。反対、そして1回どう回して OK。 反対回し、少し早めにいきましょう。1、さあ太ももも大きくなってきましたか。反対いきましょう。ワイン、ワン、ワン、 OK。 反対回し、少しダウン、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 アップ、少しずつ上に上がってきます。反対回し、さあダウン、足腰鍛えてアップ、はい OK。 力を抜いて太ももを優しく揺らしていきましょう。そのまま左右にフレフレフレ、 OK。 ちょっとここから場面が変わります。ビゴフェアライオンダイブ。さあこの曲は前後ろ、この時にダイブをしていきます。体重を前後ろ、体幹を使って前後ろと戻していきます。あとは前に進んだり後ろに飛んだり、飛ぶのが難しい方は前に進んでそのまま下がっていきましょう。インサイドバージョンですからね。余裕のある方はそのまま後ろにジャンプ。 OK、 始めていきましょうか。あとは太ももを伸ばす動き、はい、わさあ準備はいいですか。You ready? ワン、ツー、前にバック、前に、さあじっくり腰を落として OK。 膝を曲げてリズムに乗りながら、手もつけられたら大きく、ダイブいきましょう。大きくダイブ、肩甲骨から、OK、 前に後ろ、歩き方は自由、前に行ってプッシュバック、肩を曲げてナイスファイト。でも OK、 ダイブいきましょう。ワン、ツー、
向いていきましょう。
か。はい、オッケー。さあ、それでは少し激しくなってきますよ。もう一度バンダナをご用意してください。じゃあこのここのセクションではパンチ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 、横横上下、体幹を使って、そう、このようにパンチの動きがたくさん出てきます。サビの部分では回していきます。ロール、余裕があればつま先出して、横のものも余裕があったら足もつけていきます。さあ大丈夫そうでしょうか。難しかったら手だけでいきましょう。さあまずパンチパンチからいきましょう。ワンツー、よそ使って、まだまだ、横、さあじゃあこの横を真ん中をしっかり押しながら体幹を使っていきます。しっかり真ん中に戻して、さあサビに行きますよ。つま先に出し、ロール頑張って、まだまだ楽しんで、斜めに上、大丈夫ですか。反対いきましょう。オッケー、戻ります。呼吸を整えて、今度斜めに脇腹伸ばして、今使った筋肉を伸ばすように、あー、じゃあ軽くやるぞ。もうちょっと行きましょう。チッピー、しっかりと押し込むよ。上、下、上、足を開いて揺れていきましょう。そのまま揺れて、さあどんどん終盤になってきました。次の曲では大きく足を開きながら、2、3、ジャンプ反対、2、3、ジャンプ反対。ジャンプができない場合は手を上げるだけで大丈夫です。できればバンダナも入れ替えてみましょう。はい、OK です。いろんな動き出てきます。手を上から回したり、一瞬回ってください。手を上に、一度力を抜いて、さあ回していきましょう。はい、OK、 前に蹴ります。蹴って、縦に危険を逃がします。反対、自由に胸を開いて好きなように歩きます。胸を開く、その場で回っても大丈夫です。リゴフマシュルモンターのササビいきますよ。ワン、ツー、スリー、ジャン、反対、モーダーユー、フェイリン、アケ、回します、かけて、余裕があるから体も一緒につけていきましょう。はい、オッケー、もう一度、反対、少し休憩、肩回していきましょう。では手を開いて好きなように歩いて、
さあ最後のサビ頑張っていきますよ。ワン、ツー、スリー、ジャンプ。モーダンユー、ジャンプ。手を上に回して、呼吸を落ち着かせて、基本楽しみながら笑顔忘れてないですか。さあ次の曲も激しくなってきますよ。反対、さあ徐々に呼吸を落ち着かせて、手を上に、下、もう一回上。さあ呼吸を整えながら次の曲、最新の曲です。いってみましょう。コーケー。さあここではもっと遊んでいきますよ。 Are you ready? 準備はいいですか。さあこの曲は横にプッシュしながら、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、基本的なプッシュの動き多く出てきます。前、前、後ろ、後ろ、これもプッシュ、プッシュ。あとはつま先立ちで内、外、内、外、手もつけていきます。難しかったら膝を軽く曲げながら上半身伸びていきましょう。右側にプッシュいきますよ。せーの、プッシュ、フォクシーン、前、前、後ろ、後ろ、リズムに乗りながらプッシュ、プッシュ。手もつけながら自由に、ワッシュ、プロペラー、ワン、ツー、スリー、フォー、プッシュ、プッシュ。呼吸を落ち着かせてリズムに乗っていきましょう。プッシュ、アキアを吸い、さあ少し落ち着かせて、ワイ、簡単、ワイ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 。さあその場で最後ラストを横に行きましょう。止めないように。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。急に止まると体にがねびっくりしてしまうので、チッピンをしながら少しだけ最後動きます。まずは呼吸を整えていきましょう。チッピンのまんまで大丈夫です。そのまま息を吸って、吐いて、もう一度曲を聴きながら気持ちよく行っていきます。さあでは肩甲骨動かしていきましょう。泳ぐようにしていきます。ちょっと早めに小さい動きでも大丈夫です。さあ右に2歩ずつ動いてみましょう。小さな動きで大丈夫なので、酸素をしっかり入れながら行っていきましょう。
待てチピン、さあそしたらクロールみたいな手の動きを作っていきます。それに合わせて反対の足を前に出して少しウエストをひねるような形です。難しかったら形にとらわれないように自由に行っていきましょう。サバンナグラス、さあしっかり同心呼吸。さあチッピンは止めず、あと2回はい、それではチッピンソカフィットネスいかがでしたでしょうか。皆さんお疲れ様です。はい、今日は生配信ということで629チャンネルさんと私たちチッピンソカフィットネスのコラボ企画になりました。で、私たち、次のチッピンソカフィットネスの、レッスンは7月の8日と29日、両日とも水曜日になります。夜の7時から代々木公園で行ってますので、ぜひインフォメーションの方よろしくお願いしてみてください。よろしくお願いします。あと629チャンネルの方もぜひ見てみてください。さあ早くですね、こう野外で皆さんとチッピンしながら体を動かすことを願って、最後はトリニダードの曲で盛り上がって終わりにしたいと思います。では行ってみましょう。皆さん準備はいいですか？ Are you ready?オッケー、皆さん見てますか？さあ、そこから自由に踊っていきましょう。ビゴッペアライオンハブッキー、ぜひ皆さんも一緒に最後騒いでみませんか？クリーンダートスタイル。 Are you ready?じゃあ自由に踊れといってもね、まあバンダナを振りまして好きに体をね、もう動かしてみてください。なんでもいいですよ、ステップを振ったり。この曲とても楽しいところがあります。ストップといったら必ずカードをピタッと体幹で止まってくださいね。あとでどういうことか分かります。まずは楽しく体を動かして、Life on me、ミス、二回ジャンプ、ウェイブ、めちゃくちゃに踊って、さあ、ジャンプ、ジャンプしてストップって言ったら止まりますよ。ストップ、ウェイブ、ウェイブ、ウェイブ、さあ分かりましたか？ピタッと止まって、はい、走ってろ。その前にプロペラちょっとだましだまし、さあジャンプしていきましょう。一回ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ウェーブ、さあ自由に体を動かして、さあちゃんと止まれますかね。いきましょう、ジャンプ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 、ストップ、ウェーブ、お尻を回して、ストップ。Okay, next tune. We have a truck on the road. We have a truck on the road. We have a truck on the road. Yeah, better link me. Selector Hemo, we will Selector Hemo. 今日は Selector Hemo の調子でフリースタイルで行っております。ここからもフリースタイル。疲れちゃった方、曲を聴きながら体を揺らさせて。ダイブ。Hello. Hi. 休憩タイム終了。皆さん、この曲はとても面白い曲です。トリニダード・トバゴは何か物を探して、何かを持って走っちゃえっていう曲
速です。山頂の中の何か面白いものないかな、探してみましょうか。なんかないかな、探します。なんかないかな、上には下にはないな。皆さん今のうち探してくださいね。探して、このスタジオでも何かないかな、探していきましょう。探したら持って走ってラン。何でもいいですよ。さあ探して探して、できれば大きい方がいいかな。持ち出すものはなかったでしょうか。突然の映像失礼いたしました。現場はとても盛り上がっております。さあ自由にね、他もお遊びなのでね、皆さん入れてお好きにやってください。どうしましょう、もう一回いきますか。もう一回いくんですか、この流れもう一回ですか。さあ皆さん、見てる皆さんも何かを持ってなん走って、なんだわかんない。ありがとうございました。画面から今みんないなくなりましたね。放送事故みたいになっちゃいましたね。さあ最後はこの曲で締めたいと思います。スミダウッドバグの代表的な曲カーニバル。さあ私たちのチッピンソカフィットネスは基本的自由です。まあ、多少いろいろ振りはあるんですが、あとは自由に行っていただきます。うまい。いつからばジャンプ、ウェービー、ワイン、最後皆さん行きましょうか。エビバディ、ジャンプ、ウェービー、ワイン。いつカーナバル。見てる皆さんもいつカーニバル。それでは皆さん、今日は見てくださってありがとうございました。69チャンネル、チッピンソカフィットネス、いかがでしたでしょうか。またお会いしたいと思います。それではまたね。ありがとうございます。